白線好きですね。もう大好き、大好きよ。どの辺が好きなんですか。もうね、どの辺が好きなんですかって。違うのよこれ、私が好きな歌詞、あのでこれすごくて、私夢と正解だと思ってたね。だから夢と答えは、だからよくちょっと雰囲気でそこはいいなって思ってたの。したら夢と石灰って白線にかけてるんだよ。白線わかる、皇帝の。めっちゃみんな石灰って言ってる。え、石灰。あ、そうそうそう。だからあの白線引くさ、石灰あるじゃん、白い、その石灰のあの残りと夢をかけてて、それもまだ残ってるはずだからっていう歌詞って知って、もうってなった。本当にもう A の白線大好きってなった。もう余計に、もともと2番の A メロの野球部の歌詞が大好きだった。野球部の補欠、そう、声からし、そう、ボールに無視、なんか比喩、そういうボールが無視とかはしないけど、うん、ボールに無視されてるとか、うん、で汗をかいた、その分、その分一つ叶えばいいけど、取り残されて終わるわけなんだ、終わるだけなんだ。なんで私終わるだけなんだ。そうそうそう、なんかさ、もう違うの、私がソフトボールをちょっとやってたからちょっとかぶるのかもしれないけど、え、ちょっとやってたの、半年ぐらいなんだけど、本当に、うん、なんかなんだろう、補欠、うん、補欠、私なんだ、補欠、人数が少なかったから一応試合は出れてたんだけど、うん、でもなんか他の、例えばね、他の野球部見てたりとかしても思うけど、うん、その補欠の人がさ、めちゃくちゃこう頑張ってさ、うん、その例えばたなんかボール拾いとかさ、うん、でずっと練習しててさ、で その汗かいた、それがもしそのレギュラーメンバーよりやっててめっちゃ汗かいて頑張ってて もうそれがこう報われないこともあるじゃん、うん、なんかでそのだからなんか、あ、その汗かいた分に比例して願いが叶えばいいんだけど、そういうわけでもないから、うん、なんかすごいね、わかる、わかりますか、このひらがなの曲かも。